どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日のテーマがこちらという形になるんですけれども、松井先生の話、あ、これ脳忘れましたね、これ脳忘れましたね。保護者からの質問でよく聞かれることなんで、全体的にもお伝えさせてもらいましょうというような形になるんですが、こちらってことです。松井先生の話は聞いても、親の言うことを聞かないというふうなことをね、何回だろうね、もう何百回何千回ぐらい聞いてんのかな。だからまあなんかなんで松井先生の言うことは聞いて、親の言うこと、私の言うことは聞いてくれないんですかっていう。まあ反抗期だからっていうのもあるんですが、まあ言っちゃ悪いんですけど、4つが不足してるとしか言いようがないかなっていうところがちょっとあるのかなっていうことです。はい。じゃあ皆さん見ていきましょう。私に勝ってるかどうかを考えてほしいんです。私に勝ってるかどうかで決まるんです。わかりますか？どっちの言うことを聞くかっていうことに関してで、どっちの要するに力の方が勝ってるかっていうことになるんです。で、1、2、3、4つだと思ってます。私が考えてるのは。まず、愛情の量だと思います。はい。まあ、愛情の量って言ったら気持ち悪いですけどね。なんか、生徒に対する愛情の量が違いますとかいうね、なんか気持ち悪いおっさんの話みたいになりますけど、まず圧倒的に言えることは、愛情の量が違うと思ってます。はい。変な話なんですけど、その、24時間365日、生徒のこと考えてる自信はあります。はっきり言うと。24時間365日、まあ、生徒のことを考えている。で、それが別にすごいことだと思ったことがそもそもないんです。そもそもが。当たり前のことでしょっていう感覚なんですよ。で、仕事をするに関しても、子育てをするに関しても、同じことだと思うんですが、皆さんは子育てをすることに関しても、仕事をすることに対しても、24時間365日愛情を持って接してるのかなっていうことに関しては、まあ、全人格労働なんて言いますけど、なんかブラック企業みたいですけどね。はい。かなっていう風な形なんですよ。で、その時に、そうで、どうあってほしいのとか、どういう生徒になってほしいのっていうか、どういう子供になってほしいのとかね、いうこと。で、子供たちが将来の未来をこう、生きていく上において、こういう知識とか、こういう風なことっていうか、こういう考え方っていうのは持っとかないと、人生で死んでしまうよねっていう風なことっていうのが、ずっとプレッシャーがあるわけなんですよ。簡単に言うとずっとプレッシャーがあるわけなんですよ。例えばその偏差値20とか30だったりした場合に関しては、高校が行けないっていうだけじゃなくて、高校に行けませんよっていうだけじゃなくて、マジでこれどうやってどんな仕事に就くのとか、どういう風にしてこいつをお金稼いでいける人間なの、どうやって独り立ちをしていく人間になれるのっていうことを考えてるわけなんです。これ別にすごいことじゃなくて、当たり前の話をしてるだけの話なんですけど、で、そう思ったら、厳しくなったり、褒めたり、優しくなったり、いろんな手を、カードを切らないといけないわけですよね。その状況に応じて。一概に、要するに思考停止みたいに、頑張れ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 しか言わないっていうアホみたいな指導にはならないはずなんですよ、そもそもが。頑張れってとりあえず言うかとか、子供のことを信じてほったらかしにするとか、なんか二択しかないみたいな、思考を停止して話をしますなんていうふうなことの指導方法がそもそも思いつくわけがないんです。そもそも論として、なんでそんなこと思いつけんのって思いますよ、正直逆に言うとね。だから、ポイントに言わせてもらうのとしては、もう根本的に子供に対してどう接していったらいいかとか、どういうふうにしていったらいいかっていうふうな話を、したときに、まあ愛情が不足してんじゃないのっていうところがまず1点目。はい。だから、私に勝たないよね。最低限は私に勝たないよね。で、もう一つ目が観察力なんですね。そうすると、自分の子供をパッて見たときに、ですか、生徒をパッて見たときに、まあ私なんかもよく言うんですけど、あ、君こういう特性持ってるよ、こういう特性持ってるよ、こういう特性持ってるよね。だから内申点取れないよね。で、内申点君絶対取れないから、点数が上がっても内申点取れないから、偏差値でかなりカバーしないとしんどいよとか、入塾して1週間、2週間ぐらいでもう要するにパンってこう思いつくわけですよ。で、その観察力にすら劣るっていう状況になってるケースって非常に多いんですね。だから自分の子供が好きな食べ物何ですかとか、どういうことを彼女は考えてるんですかとか、どういう職業に就きたいと思ってるんですかとか、どういう学校に行きたいんですかっていうと、自分の子供の弱点は何ですかとか、そういうふうなことっていうのは、見てればわかるというか、見ていれば、わ
分かりそうなものというふうなことになっているというふうな形になるんですね。で、その観察力が不足していますよという状態では、次の手が思いつくわけがない。簡単に言ってしまうと、次の手が思いつくわけがない。例えば、体力で弱っているときに宿題量を倍にするとか、ありえないわけですよ、普通に考えて。でも皆さん逆のことやるでしょ。しんどいときに松井塾の動画見ようとか意味わからんことやってるでしょ、例えば。で、そうじゃない。で、体調がこいつ明らかにもう悪いなって言ったら、もうさっさと寝かせるしかないです。で、要するに最短で要するに体調を回復させるっていうことを最優先課題として置かなきゃいけないわけです。最優先課題として置かなきゃいけないんです。そうすると、体調が不良になるということは何が原因があるんだろうかっていうふうに考えた場合にですね、ああ、日常生活乱れてるじゃんっていうふうになったら、日常生活が乱れないようにって言って、まあ、対策を踏んでいくと。朝ごはんをちゃんと食べれるようにとかね、なんかいろいろ考えていったら、そしたらね、休んでる暇なんかないんですよ、はっきり言うと。休んでる暇ないと思います、正直な話。っていう形。そして三つ目がこれですね。もう子供の話を聞く力。人に話を聞いてほしいんだったら、まず自分が話聞きましょう。いいですか？人の話を聞いてほしいですって言うんだったら、自分の話を相手に聞いてほしいんであればですよ。相手の話を聞いてください。いいですか？自分の意見を聞いてほしいだけっていうだけの人に、聞くことってないでしょ、普通に考えて。営業マンでも私、ムカつきますよ、そんなに言われて。いいですか？契約してください、お金欲しいんです。契約してください、お金欲しいんです。契約してください、お金欲しいんです。って言われて、契約に反抗、押さないでしょ。押さないでしょって。何かお困りなことありますか？でしょ？こういうんで困ってますって言ったら、じゃあうちの商品でこういうのありますけど、どうですか？だったら契約すると思うんですよ。人間ってまだ。ね。すると思うんですけど、こうです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 。はい、じゃああなた反抗してくださいって。なんでやねんって話になるじゃないですか。まあ、アホかっていう話になるでしょ。だから、そこが大事になってくるわけなんですけれども、話す力じゃないんです。話す方ばっかりなんですよ、皆さんね。話す方ばっかりこう、頑張ろうとするんじゃなくて、聞く方、大事なのは。ね。大人なんですから、大人なんでも皆さん聞く力備わってなきゃいけないんです。いや、備わってないですよって、頑張れ、なんとかしろ頑張れね、俺にもできてるんやろ、お前らにもできるやろみたいな感じでね。はい、いうふうな感じですけれども、まあ、聞く力が、まあ、足りてないとダメですよ、ということです。だから、人に話を聞いてほしいんであるならば、まず人の話を聞きましょう。いいですか？私もそうなんですけど、例えば私もこういう話ですっていう話で言う人いる、言うんですけど、もう、カタクラな誤射とかだった場合に関して、なんか言ってることを全く聞く耳を持たないって人いますけど、もうその人にこう、なんか、の話聞くんかって言いますけど、私でも嫌ですね。こいつどうやっても自分の意見曲げねえし、自分の言ってること全部正しいと思い込んどんやろっていう、まあ、もうそうやれや、みたいな話になるじゃないですか。で、人の話を聞かない人っていうのは、基本的に人に話を聞いてもらえないってことです。いいですか？他人にやってほしい、もしくは自分の子供、自分以外の誰かに同じことをやってほしいんであるならば、自分もそれをやれる人間になってください。いいですか？自分もそれをやれる人間になってください。で、もう一つは、四つ目こちらということなんですが、もう努力量が決定的に足りません。はい。これもはっきり言います。努力量は絶対的に足りません。私より仕事してる人がそんなにいないと思うんですね。はっきり言いますが、多分コンビニの次に多分空いてるので、コンビニの次に空いてるというふうな状態じゃないですか。で、なんか要するに問題わからんって言ったら、家庭科だろうが、美術だろうが、音楽だろうが、美術家庭だろうがですよ。挙句の果てには数 3C から数 A までっていう形になって、で、A 数国技者で挙句の果てには高校生までっていうような形になった時にですね、それを全部やってるという状態なわけですよね。で、じゃあそれでどうなるかっていう話になるんですけど、まあ夜中寝るじゃないですか。で、夜中寝ると、大体もう9割以上と言っていいですね。ほぼ9割、授業の夢を見るんですね、大体。授業の夢を見るとか、で、授業の夢を見ながら間違えた教え方をしてて、間違えた教え方をしたりして、あーとか言って朝目覚めて、朝6時ぐらいに目覚めて、まあ汗が止まらないとかね。そんな状態なわけですよ。でね、その人がね、努力は大切なんだよっていうのとですね、たかだか自分の家の掃除一つこう、満足にできませんよっていう人とですね、
その、どっちの意見聞きますかっていうのを考えたんですね。そら、聞くでしょ。その、私よりまず努力量足りてますかっていう話です。で、仕事でも何でもいいですね。お父さんたち仕事でも何でもいいですね。料理でも何でもいいですね。料理でもいいし、家事でもいいですし、洗濯でも何でもいいんですけど、その、努力量っていうところを来たときに、私よりも説得ができるほど努力してますかねっていうんです。で、私努力って嫌いな言葉の一つなんですけど、その努力をしてるんだっていうことをまず人前で言ってる人ほど、まあその、どんどんそもそも努力してないっていうことなんですよ。そのなんか俺は努力こんなにしてるんだとか、私はこんなに努力してるんだって言ってしまう人たちいるんですけど、正直私から言わせると、それ努力って言わないでしょっていう程度のレベルの段階で止まってしまってるっていう形の人多いですね。っていう風な形になるから、まずやっぱ努力量っていうのが、大事になってきますっていうことになります。だから、本当に人に話を聞いてほしいんだったら、人に話を聞いてもらえるだけのバックボーンが必要になると思います。いいですか？人に話を聞いてもらうんだったら、人に話を聞いてもらうだけのバックボーンっていうのが必要になってくるわけです。いいですか？よく考えてみてください。話し方ものすごい下手な人でも、下手な先生っていますよね。学校の中でも、話し方こいつめっちゃ下手くそやなって思う先生でも、ね、その先生の言うこと聞くっていう先生はいくらでもいるわけです。ね。その、じゃあなんでそれ聞くのって話です。だからもちろん話し方は上手いに越したことはないですよ。話し方は上手いに越したことはないですけど、すごいなんか話し方は上手くないけれども、その人の話は聞こうって。まあこれは下手馬って言いますけれども、それは、その先生が持ってるバックボーンが多いんです。つまり、後ろに持ってるものっていうか、後ろから要するに滲み出ているものの量が多いから聞くんです、人っていうのは。ここが大事なところなんです。ね。後ろに要するにどんだけ努力量を持ってますか、観察力ありますか、聞く力ありますか、愛情ありますかっていうところです。ね。で、私が普通に考えてもらってわかるんですけど、生徒に、例えばね、生徒に、いや、別にそんな生徒のことそんな大切に思ってないですよとか言っても、そんなんね、お前嘘ついてるやろ、ちょっとバレるんです。という形になるわけなんで、信用とか信頼力っていうのが大事になってきます。ということです。そして何よりも大事なことは、本当のことを言ってください。本当のことを言ってください。嘘偽りのない本当の気持ちを必ず言ってください。皆さんが言ってるのは、嘘で塗り固められた、話を子供に言っても、子供はそんな嘘すぐ見破ってきます。いいですか？嘘で塗り固めた話なんていうのは、子供には通用しないです、大体。はい。だから、正直に本当のことを言ってください。ね。あなたのことを思って勉強しなさいって言ってるんだよって、思ってないでしょ？思ってんやったらいいですよ。思ってるんやったらその言葉響きます。いいですか？思ってるんやったらその言葉響くかもしれない。ね。ね。なんで勉強、言ったんですけど、なんで勉強しなきゃいけないかっていう話を、俺はしたいかっていう話をしたときに、俺は中学、高校と小学校と全く勉強してもらうからね。勉強してもらうから。ところが、その、会社に入って資格試験をしなきゃいけない、資格試験を取らなきゃいけないっていう時に、その3回落ちた。ね、3回落ちた。その時に、あ、勉強って大切やなって思ったっていうんだったら、その話っていうのは子供には通じますよ。だから、その大人になった時に俺みたいになってほしくないから、俺は勉強してほしいんだよっていう話なんだったら通じます。逆もそうです。いい大学行って、いい高校行って、いい大学行って、いい会社に勤めなさいねって。なんでかっていうと、その方がお母さんに自慢できるからっていう。これも本当のことなんで、通じます。通じます。だから、ポイントになってくることは何かっていうことになるんですけど、嘘をついてね、おだてようとしても子供には 100% 見破られると思った方がいいです。ね。あなたのことをね、100% その、あなたの才能や力っていうのをお母さんは信じてますよって。言うじゃないですか、例えば。言うじゃないですか。で、私が、いや、君ら生徒のことに関しては、才能や努力に関してしていけば、もっともっと伸びると、要するに信じてますよの、その言葉の厚みがね、違うんですよ。ね、言葉の厚みが違うんですよ。例えば、偏差値、この30だったり20だったりしたときに、20とか30の子がね、偏差値50になったら、親御さん喜ぶでしょ。喜ぶでしょ。ってことは、ここで喜ぶってことは私から言わせてもらえば、自分の息子なんて偏差値50ぐらいだとしか思ってないんですよ、絶対に。思ってないんですよ。ところが、私の場合は偏差値30、20になって、例えば50ぐらいになりました。ね、50になりましたって、で、55ぐらいの高校に入りました。で、自分の第一志望でしたって言っても、私ね、その、合格発表
票が終わってから1日ぐらい、ずっと悩むんですよね、正直。受かっても、イラつくんですよ。なんて言ったらいいんでしょうかね。まあ、自分が無能だから、もうちょっと伸ばせたんじゃないかなとか、自分が、ダメだから、もっと本当は伸びる方法があったんじゃないかなっていうことなんですよね。で、それは何かっていうと、生徒にはもっと力があると思ってるんです。本気で。みんな偏差値70ぐらいは行くと思ってるぐらいやってるんですよ。要は簡単に言うと、考え方として。で、足りない分は、俺の指導が悪いからだっていうところが根底になるんですよ。だから、私が言う子供たちに、君たちには、無限の可能性があるんですよという言葉とですね、親御さんが言う、君には頑張れば無限の可能性があるんだよには、乖離があるわけですよ。差があるわけです。信じてるって言いながら信じてないんです。だから、大事なことはこちらということになります。ね、バックボーンをきちんとした、自分の中にあるバックボーン。それがね、どんなにね、ダメでもね、大丈夫なんですよ。大丈夫です。どんなにダメな人生を送ってきたなと思っても、別にあるんですよ。人間って。なんだかんだ言って、結婚して子供を産んで、仕事してってやってたら、それなりにはあるんです。どんな人でも。積み上げてきたもんが多少は、ね。何もしなくて、何もしないまんま、何もしないまんま60年過ぎましたっていう人だったら、それはともかくとしてね。バックボーン絶対何かあるっていうんです。探せと必ず。で、そして自分のあれでっていう感じです。そして、自分の言葉で自分の意思で、そして本当のことを伝えてあげてください。という形になります。嘘はダメですね。嘘はついてきませんけどもね。嘘ついても、人は喜びません。はい。だから私、本当のことしか言わないんですね。はい。本当のことしか基本言ってない。はい。もうちょっと嘘ついたら方が、経営楽なんじゃないかなって思うときありますけど、本当のことをきちんと伝えてあげるということが一番子供にとっては成績が伸びやすいということですね。ダメなもんはダメって。いいもんはいい。なんでダメなんですかって。俺が嫌だからってね。俺が腹立つからとかね。いう風な形になるっていうの。それはわざとそうしてる部分もあるんですけれども、本当のことを言う。いうことですね。ここ人の心を動かしたいんであれば、流暢な言葉遣いとか、響きのいい言葉遣いを学ぶっていうことだけではなくてですね、そんなことはどうでもいいんですが、嘘でもいいから、下手でもいいから、きちんと本音で喋ると。そして熱く喋るというふうな形ですね。よろしいでしょうか。ちょっと話長くなりましたけれども、親の言うことを聞かないというお悩みの方は、ちょっとね、自分は反省してみてくださいというふうな形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。